めちゃくちゃ着心地がいいんですよ。違うんですよ。1列ずつ攻めのアイテムとして1つね、重ね着で結構生きてくるような気がします。みんな最近おしゃれしてる？どうも、IB です。はい、ということでね、久しぶりの購入品紹介ということでやっていきたいと思います。なんだかんだ撮る時間がなかったりとかして、2ヶ月ぐらいね、飛ばしちゃったので、この2ヶ月の間に秋冬に向けたアウター部門で購入品紹介をね、していきたいと思います。本当にこれからのシーズンでしっかりとね、こう使えるようなアイテムたちもあるので、今回買ったアイテム少しでもね、参考になれば嬉しいです。それではね、早速行ってみましょう。一つ目がね、ロトルのね、ハーフジップです。今年ね、新色がネイビーで出まして、そう、僕ね、めちゃくちゃネイビー好きなネイバーなんですよ。で、多分ね、今年のロトルのルックとか見よっても、ネイビーと赤がね、結構今回はこう効いてるアイテムが多くて、後ろね、ここ、いつもの通りこうジップを開けたりとかすると、ちょっとね、ここのメッシュの部分がね、赤になってたりとかして、でそこの縁取りも白がね、入ってたりとか、ちょっとね、こうトリコロールカラーというかね、そういった雰囲気だったので、個人的には気に入って買ったわけであります。これ下でもね、これ絞れたりとか、あとね、4A ストレッチって言って、結構ね、伸び感のあるようなこうストレッチでね、作られてるので、重ね着したりとかしてもね、だいぶ動きやすいけん、あとね、こう袖幅のこの感じだったりだとか、ここの脇下の感じ、ほんとね、広いけん、肩幅ある人とかでも全然大丈夫だと思います。で、これ着こなしとしては、本当にこれセットアップがあって、セットアップのパンツもね、実は買っとるんやけど、それはね、また次回紹介します。そのパンツと合わせて、こうセットアップで着たりとかもするし、スラックスと結構僕は合わせることが多いです。モダン、クラシックなスタイルが好きなんで、そういったののこうアクティブな外しに使ったりとか、あとは今季流行ってるようなこうジョガーパンツで合わせたりとか、ちょっと綺麗めなチノのパンツやったりとか、そういったので合わせてもかっこいいかなと思ってます。とか、ちょっと色あせたデニムとかね、そういったのでも面白いんじゃないかなと思ってます。なんで、ちょっとね、このあたりのハーフジップ、もしかしたら結構人気すぎてなくなってるかもしれんけど、まあ、ぜひね、見つけた方はチャレンジしてみていただきたいなと思ってます。はい。次がね、ロトルのダウンベストでございます。そう、ロトル結構多いんですよ、今回。で、このダウンベストもさっきのハーフジップと一緒のような形で、4A ストレッチで作られてます。なおかつ、止水ジップでポケットが多かったりとかして、結構ね、収納も充実してるんですよ。で、これもね、さっきと一緒で、ここの下の部分で絞っていただけたりとかするんで、下にね、こう溜まり感ができて、ちょっとこなれて見えるっていうのが、このダウンベストのポイントだったりするので、個人的にはね、だいぶ気に入ってます。で、ここのね、テープの切り替えとかもね、可愛いよね。で、ボタンも、スナップボタンなんやけど、前からこう見えないような、ちょっと肥沃しような形のボタンになってて、で、ここを開けると、このね、メタルのボタンがね、ちょっとね、ワンポイントで可愛いような雰囲気になってます。で、下は一応こうダブルジップで開けれるようになってるんで、重ね着したりとかしても中からね、こう見せられたりとかする工夫もね、できたりとかして、結構ね、着回しのバリエーション楽しめるようなダウンベストになってます。驚くべきはめちゃくちゃ着心地がいいんですよ。だからもうほんとね、言ってしまったら何時間でも着てられるっていうのがこのダウンベストなので、まあ、ぜひね、まあ、ちょっとお値段としては61,000ぐらいだったかな。少しね、お値段するけど、まあ、今年のね、秋冬の買い足しにはね、いいんじゃないかなというふうに思うので、ぜひね、見てみてください。次が、ロトルのシェルパーカーでございます。これもね、今回ちょっとグッときたアイテムやったんやけれども、さっきから紹介してるアイテム全部ネイビーということでね、今回はもうネイビーで買い込んでます。で、これもさっきのデザインと一緒で、まあなんかこういうなんかデザインが好きっちゃろうね。さっきと違ってここ、止水ジップのこの上の部分が黒なんですよ。シルエットの変化もさせながら、風通りもね、結構いいというね。なおかつ、ネックも結構高いんですよ。ネックが高くて、この辺まであったりとかすると、本当にマフラーがいらんけん、横からの風を防いでくれるのがね、ありがたいパーカーになってます。で、ストレッチが効いてるんで、だいぶ着やすいと。シルエットもね、これも先ほどのロトルのアイテムとね、一緒で、広い剣、肩幅広い人でもバッチリこれは大丈夫になってます。これはミッドレイヤーぐらいのね、形で着てあげてもいいかなと思っとって、なんかこの上にさっきのダウンベスト羽織ったりとか、この上からコート羽織ったりとか、そういったね、ちょっと着こなしを楽しんでみても面白いんじゃないかなというふうに思ってます。ポケットもね、大容量なんですよ。これね、すごいいいのが、横からね、こう手をね、スッとこう入れられるようなね、ポケットもあるんですよ。中にはドローコードで、これ驚くべきは、こちらもダブルジップになってるんですよ。だからね、中が見せられるっていう。このタイプのパーカータイプでダブルジップになってて、このぐらいギミックが効いてるのって、なかなか見かけんけん、個人的にはグッときたポイントの一つでもあります。中にこれね、風よけがついてるんですよ。ほんとね、ギミックを楽しみたい方とか、ちょっと一癖あるようなアイテムが好きな方とか、おすすめかなと思います。アイテムとしてはね、ほとんどこう合わせていただけないアイテムってそんなにないと思うけん、結構相性いいのは、トップスが緩いけん、下のパンツも少し緩めにしてあげたりとかして、ジョガーパンツで合わせたりとか、ちょっと緩めなデニムとかね、そういったので合わせたりとかしてもすごい可愛いかなと思います。ぜひね、よかったらチャレンジしてみてください。次はね、ちょっと綺麗めです。エイクの先折りジャケットですね。ノーカラーの。これもね、結構個人的に今回グッときて買ったアイテムなんやけれども、折られてる生地が違うんですよ。一列ずつ。で、これも、その昔から使われてるようなショーヘル織機っていうような、織り機があるんですけど、その織り機でしか折れないような、生地になってます。結構ね、こだわりがあるけん、割と、アイビートチャンネルを見てくれてる人たちは好きな人多いかもしれないです。そう、モードにも触れるし、綺麗めにも触れるし、みたいな。で、ちょっと和っぽさもあるし、こう日本の良さをこう盛り込んだようなジャケットになってます。シルエットはノーカラーでちょっと緩め、袖のねたまりもあるようなこう太めなこうリラックスめなタイプのジャケットになってます。スラックスとか結構相性いいと思います。あとは結構さっきから出てくるけど、今年だったらジョガーパンツ、今日履いとるようなこういうねサーマルスリットとかで合わせたりとかしても可愛いかなと思います。これに関して言うと着こなし的には今日みたいなねこういうタートルネック挟んであげたりだとか、あとは綺麗めなシャツ、そう、先日ね、3択からシャツが新しく出たんやけれども、そのね、白シャツを中に挟んだりとかしたスタイルもすごい相性良かったけん、なんかそんな感じでね、ちょっと楽しみたいかなと思ってます。これもね、ミッドレイヤーとかで上にコート羽織ったりとかしてあげてもいいと思うし、ちょうどね、中間時期のシーズンとかやったら、これ1枚で着たりとかもね、できると思うけん、ぜひね、エイクの、先折りのジャケット、よかったらね、見てみてください。はい。次がね、ソエルテでございます。今日ね、買っとるアイテムの中では多分一番リーズナブル。結構ね、面白い生地というか、で、少し攻めてると思います。割と、ベーシックなカラーリングがね、こう冬に寄っていくにつれて多くなってくると思うんやけれども、このあたりはちょっとね、攻めのアイテムとして一つね、持っておきたいなと思って、今回ね、これをゲットしました。ネックの高さもあるし、首元のあたりでしっかりとね、こう絞りが効くっていうのもすごいいいポイントで、なおかつ、シルエットがこれ可愛いんですよ。結構ね、袖のあたりがね、溜まったりとかするけん、肩幅もね、ゆったりしてるんで、このあたりは僕のことを見てくれてるユーザーは着やすいんじゃないかと思います。これからの時期とかだったら、中にニットとか、ちょっと明るめのね、赤のニットとか、今年やったブルーのニットとかね、中に着てあげたりとかして、上からね、ちょっとね、オーバーレイヤーで羽織ってあげたりとかしてもいいかなと思うし、全然ね、中ちょっと薄着にしたりとかして、上からコート羽織ったりとか、ダウン羽織ったりとか、そういったスタイルもね、結構面白いんじゃないかなと思います。ちょっとね、綺麗めに落とし込むのが、やっぱりこう、アイビー流で、パラシュートパンツとか、そういうジョガーパンツっぽい感じの合わせではなくて、落ち感のあるようなスラックスパンツとか、とろみのあるようなパンツとかで合わせたりとかすると、意外とね、ミリタリーミックスとかアクティブミックスなイメージで、かっこいいんじゃないかなというふうに思うので、あとね、キャップのスタイルも結構相性良かったんよ。ぜひね、よかったら、値段もね、2万切っとるぐらいやったかな、やったけん、ぜひね、ちょっと試してみてもらえたらね、いいかなと思います。はい。次がですね、FC のハンティングジャケットでございます。これもね、めちゃくちゃ気に入ってます。てかね、こういうちょっとポケット多め、袖幅ゆったりめ、肩幅あるみたいなシルエットが多分結構好きなんやろうね。珍しく僕にしてはブラックを今回購入しました。てか、もともとこれね、結構見とったっちゃんね。いろいろこう探しよったんやけど、あんまりこう置いとるところがなくて、秋田のリシュショップさんがあって、そこで取り扱っとって、っていうので今回これね、ゲットさせていただきました。めちゃくちゃ着てます。ポケットがしっかりとついてって、そのポケットにも結構特徴があるんよ。丸みを帯びとったりとか、少しこうクシュッとしとったりとかね。このね、ボタンのところが少しこう、普通のファティーグジャケットとか、ハンティングジャケットと変わってて、結構ね、可愛いんですよ。パコってこう、つけるタイプのボタンやけん、パッチボタン。結構ね、変わったボタンの感じしてるんですよ。っていうね、ギミックがあったりとかね、ここの袖のボタンを取った感じもね、こう、斜めに切れ込みが入ってたりとか、割とね、仕様も面白い形になってるので、見た目はシンプルっちゃけど、意外と、細々としたところにこう、ギミックが入ってるっていうようなジャケットになってます。で、これからのシーズンとかやったら黒のタートルネックとかでちょっとね、クラシックモダンに着たりとか、あとはもうリラックスしたこうシャツの上にね、さらっと羽織ってみたりとかして、着丈長めのね、アイテムと合わせてレイヤードしてみたりとか、ロンティーとね、合わせてさらっと着てみたりとか、で、袖まくって着るとかね、結構ね、面白い、ベーシックなんやけれども、汎用性が広いジャケットになってます。やけんこう、1枚で着ててもこう、かっこよく見えるというか、おしゃれに見える。これはね、個人的に結構ね、気に入ってて、多分ね、だいぶヘビロテして、こうね、登場回数が多くなってくると思うので、着こなしたくさんアップしていきます。よかったら見てみてください。次が、プラスフェニックスのダウンベスト。これもね、結構問い合わせきました。そう、一回ね、動画で紹介したんやけども、その時、ロトルのね、ハーフジップと合わせて紹介したんよ。ロトルのハーフジップもね、いつもながらめちゃくちゃ問い合わせきたんやけど、このダウンベストもめちゃくちゃ問い合わせきました。っていうのがね、シンプルで使いやすい。ワンポイントでね、ここにこう、プラスフェニックスって書いてあったりとかね、このあたりにゴアテックスのね、マークが入ってたりとか、これはね、ジーンズファクトリー別注のダウンベストになってます。中綿がね、しっかり詰まっとるけん、本当に保温性もしっかりあって、シンプルやけどね、パーカースタイルで合わせることが多かったりとか、スウェットに合わせたりとか、もう本当にオーソドックスな合わせですよ。これを僕着るときは、キャップスタイルにマーシャルなヘッドホンとか、なんかそういうちょっと分かりやすいようなスタイルで、下ジョガーパンツとかでね、合わせていったりとかするんやけれども、こうストリートなスタイルだったりだとか、アクティブなスタイルですごくこう相性がいいので、ぜひね、よかったら試してみてください。で、なかなかこれやる人はおらんと思っちゃうけど、僕はジャケットスタイルに合わせるんですよ。テーラードジャケットの上に着たりとか、そういうスタイリングも結構かっこいいけん、ぜひよかったらね、こういうダウンベストを持ってる人、またはね、プラスフェニックスのもので気になったって人は、ぜひ試してみてほしいです。はい。ラストは、キャプテンサンシャインでございます。これね、めちゃくちゃ今回ね、ちょっと一押しというか、本当に気に入って買った一着なんですけれども、ハーフジップで、この辺りが切り替えになってるようなハイネックなんですよ。ジップの部分が丸カンのジップで、ちょっとね、可愛い仕様になってます。で、ネックが結構高くて、キルティングのね、ハイネックなんやけれども。で、大体この手のタイプの、ちょっとハイネックのタイプで切り替えがあるものにしても、こう、さらっとしたようなこうダウンが多かったりとかするんやけれども、あえてそれをね、こう、キルティングでこう作るっていうような、小島さんのセンス、完璧であります。ミッドレイヤーぐらいで中に着て上からコート羽織りたいなと思ったんですよ。ダブルのコートがあったりとかするんで、ダブルのコートに対してこれをね、中に着たいなという風に考えてました。これ単体で着ても結構ね、ルックでもかっこよかったっちゃけど、重ね着で結構生きてくるような気がします。ネックの幅が高くて、ここの空きの部分がね、広いけん、中にシャツ着てあげたりだとか、これもね、あえてタートルネック着てあげて、ちょっと保温性をね、保ってみたりとか、そういったね、着こなしも面白いんじゃないかなという風に思います。これもね、合わせはね、スラックスやね。ジョガーパンツ、デニムとかで合わせてもいいんやけど、個人的には綺麗め見せしたい、モダンな感じに昇華させたいっていうのがあるんで、今年出した3択のゆるパンあるんですけど、ワンタックスラックスで合わせてみたりとか、新作のちょっとレザー見えするようなパンツだったりだとか、まあそういったね、アイテムでちょっとね、合わせを楽しんでみたいかなというふうに思います。いかがだったでしょうか？今回もね、結構盛りだくさんでお届けしたわけなんやけれども、今回ね、アウター編ということで、まあ、ブルゾンだったりだとかね、これから着れるようなこうアウターをね、紹介してきました。しかもね、今回、9、10の、購入品紹介、まとめてね、させていただいたので、ちょっとね、ボリュームあったと思うんやけれども、少しでもね、参考になったら嬉しいです。まだまだね、次、パンツ編だったりだとかね、中のインナー編っていうところもね、ちょこっとずつ見せていこうかなと思ってるので、ぜひね、そちらも見に来てくれると嬉しいです。僕のね、こう色使いであったりだとか、こうサイジングであったり、着合わせ方であったりっていうところが、皆様のね、おしゃれを楽しむヒントになればね、嬉しいなと思って発信してるので、今日の動画がね、いいなと思った人、面白かったよって人は、高評価とか、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でね、お会いしましょう。せーの、バイバイ。